毛歴は、江戸時代に和暦の月の大小や暦注などを文盲者にも理解できるように絵や記号等で工夫して表現した暦である。南部藩の南部毛歴が有名。座頭暦ともいう。近年では視覚障害者に対する配慮から絵語読みと表記する場合もある。和暦は単陰太陽暦であるため、うるう月が追加される年や月齢の約 29.3 日を調整するため、毎年30日の大の月、29日の小の月の該当月が異なっており、それを知る必要があった。正徳年間に南部藩の田山村の庄屋の柿役を務めていた善八が村人の疲弊を救い、産業の振興を図ろうと、一念発起して独創されたのが毛暦である。病気で倒れ発狂したりする村人のために作られたのが、目倉般若心経であり、目倉帳であり、目倉証文であった。当初は田山村内だけに配布されていたが、評判は他町村に伝わり、数野や浄法寺町に配布されるようになった。後に、三子や八戸、盛岡の一部でも販売されるようになった。この暦は天明4年、橘の南慶のドンズウ記によって、初めて全国に紹介され、一躍有名になった。初めて記録したのは、菅井正美で、今日の京布に、天明3年に記録している。その後、田山暦を参考に、盛岡絵語読みが作られた。江戸時代後期の文化年間にはすでに体裁が整っていたものと思われる。明治以後中断した時期はあったものの、版元を変えて、現在も毎年刊行されている。江戸時代の盛岡絵語読みでは、出版地、出版社も絵によって表されている。田山暦が主として絵を表意文字的に使用するのに対し、盛岡絵語読みは主として絵の示す事物の発音を借りて表音文字的に使用している。荷を担いだ盗賊が入梅、唐とことじで当時と読ませるのはその典型である。田山毛暦の作り方は至って原始的で、絵は一つ一つ木活になっている。横長に貼り付けた紙を14折にして、1折を1ヶ月として、最初と最後のページを表紙にする。その紙に、木活に墨汁をつけて押したもので、能率が上がらない幼稚な作業で、一部作るのに2から3時間もかかった。田山暦は、元治年間までは盛んに作られたが、明治13年を最後に廃絶された。それは、明治初年に、県令が、暦の木活を県に引き上げようとした際に、命令で福岡まで持って行った時に、木活の一部を盗まれてしまった。それ以来、版元の八万家では、代々問題不出としたという。毛暦は、各種の記録が残されている。菅井正美が、天明3年に、今日の京布で、初めて記録を残し、橘の南慶が天明4年に、ドンズウ記で全国に紹介した。橘の南慶は、かな文字も未だ知らないところは、南部盛岡の城下から70から80里も北西にある田山村という偏僻な場所である。まるで古の欠場で数を記録したことのようだ。西国と東国の文化は格別だ。とにかく日本は西から明けたと思うと記している。また、桃井包雨が天明4年に旧誇り随筆で、漆戸茂樹が嘉永3年に北欧露定記で、山崎美生が第五記談の中の安寺持方で記録を残している。松浦武四郎は嘉永2年に数の日記で記録を残している。この中で松浦は田山村に到着して橘の南慶が記録している毛暦を求めたが村人は恥じて売ってもらえなかった。そのため松浦は主人の孫兵衛に頼み込んで毛暦を求めた。松浦は盛岡毛暦は技巧的に優れているが、古画を失っているのが惜しい。この田山暦は古画があって面白い。と評している。松浦は昔、橘の南慶が残したと思われる詩が版元にかつてあって、それが南部藩の役人が所望したのであげたことを記している。大柴峯吉の夢の題でも紹介されている。シーボルトは著作、日本で毛暦を世界に紹介し、その記述は日本の記録以上に詳細であるという。下記はいずれも南部毛暦の場合である。判じ絵に類似した趣向で意味を表している。これらすべての絵のそばには、サイコロの目と星の数などで示された月日が記され、それぞれの節気が何日に当たるのかがわかるようになっている。ありがとうございます。